イラン映画界の巨匠と呼ばれたアッバス・キアロスタミ監督が7月4日パリ市内で死去したことが伝えられました。76歳でした。キアロスタミ監督はテヘラン出身。1970年に映画監督としてデビューしました。87年制作の映画友達のうちはどこは世界的に高い評価を受け、日本でも公開されて評判を呼びました。97年には映画応答の味でカンヌ国際映画祭の最高賞パルムドールを受賞いたしました。イラン映画は現在アジアやヨーロッパで高い評価を受けています。今年5月に開かれたカンヌ国際映画祭でもイランのアスガー・ファルハディ監督の映画セールスマンが最優秀男優賞と脚本賞をダブル受賞しました。キアロスタミ監督はまさにイラン映画の評価を高めた先駆者といえる存在です。79年のイラン革命後も祖国にとどまり、職業俳優を極力使わず、市井の人々の暮らしをドキュメンタリータッチの手法で映し出しました。キアロスタミ監督は日本の黒澤明監督や小津安二郎監督に影響を受けたことを公言し、大変な親日家でもありました。2012年には横浜や静岡を舞台にした日仏合作映画Like Someone in Love を監督し、この作品には日本の加瀬亮さんや高梨臨さんらが出演しました。現在イスラム社会のテロ事件が連日報道されていますが、イスラム圏に生きる普通の人々の悩みや喜びをスクリーンを通して伝えた功績は大変大きなものと言えるでしょう。2013年には日本とイランの文化交流への貢献が評価され、旭日小綬章を受章しました。日本にもファンは多く、これから追悼上映などが各地で開かれそうです。